の千尋です。レングルポケットの太田です。何ご飯を作る時の動画が案外好評だったので、これいつも美味しいってヒーボーくんが言ってくれるからさ、なんか番組とかでもヒーボーが結構私の一番の美味しいご飯は何ですかって聞かれたら絶対これって言うのよ。厚揚げの煮物っていつも言うから今日はちょっとこのヒーボーくんから好評の厚揚げの煮物を作ろうかなと思って動画を回したいと思います。それではどうぞ。材料はこちらです。厚揚げと残りの大根、だいたいね正方形ぐらいかな、こんな感じ。はい、これで OK。 次大根です。大根はあんまり細すぎてもダメだから1センチぐらいかな。大人が食べる分にはもうちょっと大きくてもいいかもしれない。普段はあんま人参は入れないんですけど、人参がちょっと余ってたから入れて、はい、 OK。 具を全部入れて水が全部かぶるぐらいかな、入れていってください。砂糖だしをパラパラーと小さじ1ぐらいかな入れます。グツグツしてきたらね、ちなみにこれね、かつおだし、いつもの砂糖、うちは天才糖です。大さじ1ぐらい。醤油はね、醤油どんぐらいだろう、大さじ2ぐらいでいいのかな、もうちょっとか、大さじ3ぐらい。みりんも醤油と一緒ぐらいが美味しいと思います。大さじの差で使えよって感じだよね。酒、酒大さじ1ぐらいでいいか。適当、中火で10分ぐらいでいいと思います。これでグツグツ煮込んでいきます。煮込んでいる間に気泡、ご飯炊いてなかった、ガーン。次はちょっと煮込んでる間にチキンを作りたいと思います。急に早口、時間がやばい。チキンはヒーボーくんの方が慣れてるからヒーボーに作ってもらおうかな。ヒーボーくん、これどっちか、どっちがいいんだけど、どっちがいいの。ベビーシャクトゥルルトゥル、ベビーシャクマミーシャクトゥルルトゥル、上手上手。ご飯作るから待っててね、みゆちゃんぐじぐじなのでパパに代わって料理してもらいます。撮ってるこれ今撮ってる。チキンのいつものね、はい、みんな食べるやつ、やみつきチキン、あれお願いします。オッケー、バトンタッチ。まずはですね、鶏肉を一口大に切ってまいります。ざっくりですよ、これもう本当に男の料理ですから、子供がまあ食べやすい大きさ。OK、うん、お肉はなんかざっとこんな一口大に切るだけでございます。さあもうあとはもう簡単でございます。もう調味料ですね。ねえ、ねえ、めっちゃ喋ってるけど何、口しか入ってない。私も前それしたの。まあまあいいじゃない、でもいいのよ、うまいんだよな、これ。これ美味しいでしょ。美味しい、これ。最初ヒーボー君もさ、うん、料理できなかったんですよ。共働きでさ、そうよ。お互いできた方が容量がいい、うん。まあもちろん半々になんてはねできないし、俺のスキルの方が圧倒的に弱いからね料理の。ただこういざという時にできる料理が2、3品あるだけで、いや全然違う。その子供がお腹減ってぐずった時の恐怖心が違うの、うんだ、うん。やっぱり何にもできないと。どうしようってなっちゃうやっぱ、うんうん、ざっくりね、だいたいほんとざっくりよね。ジップロックに入れて揉み込むんですよ。そういう料理ってやっぱ男にはね合うのよ。いいよね、やっぱざっくりでいいから。だからまずお醤油、みりん大さじ、だいたい大さじ1、ケチャップは大さじ1もいかないぐらいですかね。子供も食べるのね
うちはあんまり胡椒入れないですけど、多分塩胡椒って僕が見たサイトには書いてあったんで、ニンニクチューブ、こちらもざっくりでございます。普通の砂糖ではなく、うちは天才糖を使っております。甘めに。これが要、デーツシロップ。デーツシロップいいっすよ。袋の中に全部入れたんで、それを混ぜて、この中に鶏肉をぶち込みまして、空気を抜いてちょっとだけ漬け置きします。すごい、もうヒーボー君の動画でいいじゃん、この今日ヒーボーキッチング太田美優ちゃん。はい、できました。大根と厚揚げの煮物です。今日は人参バージョン。それでは今からこいつを焼いていきたいと思います。もう本当に中火だったら焼くだけです。わっ、いい匂い。美味しいソースしか入れないんだから、それも美味しいに決まってるんですけどね。ご飯も美味しそうに炊き上がりました。鶏肉だからね、しっかり火を通してくださいね。はい、ヒーボー君作のやみつきチキン完成やみつき旦那、やみつき。ほうれん草のごま和えと、こちらね、ココナッツオイルを入れてココナッツオイル焼きをしていきます。ココナッツオイルは焦げやすいから気をつけてくださいね。焼いたかぼちゃに、ヘンプシードをかけて、岩塩、胡椒もちょっとかけても美味しいかもしれないです。はい、できた。今日はね、あのヒーボー君がいたので、ちょっと心にゆとりを持ってご飯が作れたかなと思います。パパも一緒にご飯作れたらいいなって私は思っていて、お母さんのこう肩の荷がちょっとでも楽になるんじゃないかなと思います。実際に私もヒーボー君が料理作ってくれるようになってから、本当になんかヒーボー君も逆に私の普段の家事の大変さとかを理解してくれるようになったし、味もどん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 成長して美味しくなってきたら、そのためになんかありがとうとか、上手になったね、めっちゃ美味しいんだけどとか思ってる以上に、こうパパのことを褒めたりとか旦那さんのことを褒めることによって、もっともっと頑張ろうってパパがやる気出してくれたりとかすると思うので、様のコントロール次第かなと思いますもしこの動画を見ながら家事とかする方がいたら、残りも頑張りましょう。この動画がいいなと思った方はグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録がまだの方もよろしくお願いします。今日もこんなグダグダな動画を見てくださりありがとうございました。次の動画も見てね。バイバイ、さようなら。